密造院は、神奈川県横浜市磯国滝頭三丁目にある、高野山新言宗の寺院。三号は、龍頭山。二号は、明王寺であるが、陰号で呼ばれる。本尊は、不動明王。改装時期は不詳であるが、1597年や1599年の、破壊史があることからその頃に開かれたと推測される。1633年の関東古儀。 新聞州本末町には密造院の名が見られる。1652年に入尺したアジャリ長慶は道具を整備した。当初は現在より広い境内を有していたが、1841年に500坪が除地された。1918年に現在の横浜磯子七福人の前身となる磯子七福人が祀られることになり、固定像が安置された。 1923年の関東大震災では、本堂とクリンが全開したが、翌年に再建された。1934年、新四国東国88カ所令場が設定され、四国88カ所のファンタジーにちなみ、薬師如来像が祀られた。現在の本堂とクリンは1980年の春光で、この時に三号が滝頭山から龍頭山に改められた。 1745年のネギシ両書上には十社の別等が記されている。1766年、八幡川近くにあったネギシ八幡神社が先座すると、その跡地にできた滝頭八幡神社も密造院が別当職に当たったが、神仏分離により明治初期にいずれも解かれた。本尊である不動明王像は1901年に仏師の山口久義により制作された。 高さは65センチメートルで、こんがらと、聖高の2体の同時像とともに、本堂正面に安置されている。このほ他、聖冠世音菩薩像、聖冠の音菩薩像、地蔵菩薩像、工房大師像、獣王像、愛媛県のハンタジにあるものと同系の薬師如来像、横浜磯子七福神の補定尊像が祀られている。ありがとうございます。